どうも、こんばんは、N です。今回は東京グルリインボーク、9月4日日付変わった瞬間にサイコの誕生日記念ガシャ来ました。飛び出せ撲殺2号、米林サイコということで、キャラクターの詳細見ていきましょう。かなりイラストが可愛いですね。熟練度 100% で発動するスキルは、ブレイクオール S、 味方全体にかかるバーフかな。対象ブレイクした際に一旦の間味方全体の防御力を 1.75 倍、人属性キャラクターのダメージが 1.5 倍になる人属性キラー S プラス、人属性耐性、トリプル S マイナス、人属性キャラクターから受けるダメージを 40% カットで HP が2000アップ、対象をブレイクした際に、自身の体力を 20% 回復で、こいつはブレイクした時にこいつの本領が発揮されるということなんですけど、まあ、いかんせんアタックポイントが6で少ないと。で、スキルはどうなの、溜まりやすいのかな。クイーン系撲殺2号、不王レベル5、3ターンの間味方全体の味方前衛の攻撃力 1.75 倍、2ターンの間自身の通常攻撃に武器耐久値ダメージプラス1、新しいなこれを付与する。敵単体へ攻撃力 1.3 倍の6連ダメージ、なるほど。でこいつアタックポイントが6だから、まあ、削れたとしても次のターンの初めにスキル打って武器耐久値を最大で6削れるってことか。なるほどね。で、覚醒がないからクイーン系は出さないということですね。どうなんだろう、よくわかんねえ。スキルが溜まりやすいのかどうかわかんないし、アタックポイントが6で相手をブレイクするっていうのは結構きついような気もする、個人的に。だから、1ターン目では打てなさそうだな、こいつ。1ターン目で打ったとしても、自分の攻撃のアタックポイントがなくて、スキルただ打つだけになりそう。せっかく、あ、でも2ターンの間か。いや、でももったいないよな。ちょっと使い道が、使い方が難しいかもしれない。スキルがどれだけ溜まりやすいのかは分かんないんで。はい。ということで、せっかくなんで、ちょっとストーリー最近やって石も溜まったんで、まあ一回確定枠まで回しましょう。確定枠って言っても多分これあれだよね。いつもみたいにピックアップは 50% で、10連にして。ですね、ピックアップの SSR、このサイコの誕生日サイコの SSR が 50%、 3回目まで回すとね。で他の SSR37 種類が 50% で出てくると。 SSR37 もいるんだな。まあ、あのフェスゲンのけてるのいてると思うんで、まあまあまあって感じですね。はい、ということでいきますか。まあ、途中で出ればそれでいいんですけど、3回なんでね、150個で済みますね。まあ最後まで回せば、おい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 、別にあれだよ、道中は出なくていいってわけじゃないんだよ。別に1回目2回目さ SSR 出なくてもいいってわけじゃないからね言っとくけど。ああ、これ待てよ、道中のさ SSR がもし出た場合の、ちょっと待ってくれ、渋ない渋ない渋くない。一回ラストちょ待って、渋くない？おかしいな、渋いぞまあこれは SSR 確定なんで、 SSR 確定で最高が 50%、 他の37種類の SR が 50% っていう、まあ2分の1を、まあ、外していく男のような気がする今までの傾向から言わせてもらうと。頼む、お願い、捜査官であってくれ、ここで全てが決まる、頼むぞ。おい、多くね？オッケー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 、あぶね、今グールありすぎだろ。さあ10枚目に捜査官のファイルがあるよ。っていうことはテレレンって言った瞬間にサイコ確定だと思いたい。さあ、なんでおかしいだろ。ということでですね、もう一周だけするか、もう一周するか、もう一周しますか、
しましょう。ちょ待ってくれ、これは悔しいな。いや俺これね、法事じゃなかったらやめてたと思うけど、さすがに悔しいわ。もう一周行こう。まあ今石セール中で、あ、そういうあれじゃないか、セールって今日ではあるんじゃなかったかな。まあ石セール中でかなり安いんでね、まあ欲しい方は買えばいいと思うんですけど、あのさ悔しくね。ちょ待ってくれ、ちょっとボックス整理しますか。あのさ、道中出なくていいってわけじゃないんだって。だからこれあれだね、あ、そういや月も変わったからあれ買わないとね。 RC 抑制剤、 RC 抑制剤じゃねえ、なんだっけ、あれなんだっけな、あ、共鳴剤だ、そう共鳴剤を買わなければ。SSR はちょっと待ってよ、あれだわ、ホージさんを売らなきゃいけない。こう持ってたらまた引きそうな気がするから。せい、ちょっと待ってな、渋ない、ど、え、誕生日ガシャってこんなもんだっけ。誕生日ガシャっていうかガシャってこんな渋かったっけ。ラスト、もうラストです、もう知らん、もうラストだ。 50% 2回外してもしゃーない。そらもう運が悪かったってことで、もうここでグールの血がついてたら俺もうあれだよ、もう飛ばすよ、グールファイルだったら飛ばすよ。お、めっちゃ SSR、 何、え、めっちゃ SSR、 何これ、しかも全部操作感って、これ期待していいのでは。ちょ待ってくれ、おい、宝石来たし、ほんで待ってくれ、おい、よーし。宝石来た瞬間マジでびっくりしたんだが。ということでですね、まあ確定枠2周してしまいましたけど、はい、まあ良かったですね、こいつも育てて、いつかやるであろう東京グルヒロインズの中に入れたいと思います。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。